はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ウィニングポスト92021ライブ配信始めていきましょう。ウィニングポスト92021。こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはモードキーナ、ウォーターウェイキネマ。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくアンターントパル行きました。続いて前へ行くのはウォーターウェイキネマ、アドマイヤムーン。どうやら後ろからになりそうです。では前の方から。先手を取ったのはモードキーナ、黄色の帽子、ウェルノールネイビー。その後ろ、間が空いてアンタントパル。その外からウォーターウェイキネマ。その外にキングズドラマ。少し間が空いてグラウンディドイン、オーンペリオン。それに続いています。その隣にアークティックトリビュート。これに続いてウエスタースワーブ。その外にキーナーバーガー。並んで9番600系ポイント。この辺りで各馬第1コーナーに入っていきました。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。後ろからの競馬になりました。アドマイヤムーン、鞍上の手はどの辺りで動くんでしょうか。内からはグッズステップ、しんがりからシェイクスピア。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。7番ウェルノールネイビー、レースを引っ張ります。並んで12番キングズドラマ。少し離れてウォーターウェイキネマ。続いています。すぐ後ろにグラウンディドイン。その後ろにモードキーナー。
並んで8番アークティックトリビュートアンタントパル、すぐ後ろ、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前はウェルノールネイビー、キングズドラマ、ほとんど差がありません。間を挟んでウォーターウェイキネマ、3番手アドマイヤムーン、まだ来ない。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日米王者意地のぶつかり合いだ。さあ先頭に立ったのはキングズドラマ、残り 200m、 アドマイヤムーン追い上げてきた。アドマイヤムーン抜けた。2番手はキングズドラマ、アドマイヤムーン強い強い。アドマイヤムーン圧勝ゴールイン。2着はキングズドラマ、3着にシェイクスピア。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。アドマイヤムーン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日本と世界意地のぶつかり合いだ。モータークリシア先頭、残り 200m を通過して、さあ先頭は今度は天の桜、一気にピースオブビッグ、天の桜先頭だ。天の桜、天の桜1着、2着はピースオブビッグ、3着にマリーンブースター、天の桜見事な勝利です。海外の馬にも引けを取らないその実力を遺憾なく発揮してくれました。やりましたね。海外重賞初勝利じゃないでしょうか、天の桜。ツイッチで配信を行っています。 YouTube と YouTube にアーカイブ2日後に残します。Twitter のアカウントもございます。ぜひ Twitch のチャット欄ご覧ください。 YouTube のチャンネル登録高評価、 Twitch のアカウントフォローお願いします。アソステークス天の着歌です。織月さん一番人気、着歌一番人気でグリグリ、天のエース天の桃天然。グリグリだからいらないや。ダイジェスト、小倉オープン特別、アソステークス、ダート 1700m です。短い直線に入って後続は届くかどうか。オートリナックル先頭、外から勢いよくオリーブセダン、あー届かない。2番手はウィンドアティカ、ここでようやく天の着歌、オリーブセダン1着、2着にはどうやらウィンドアティカ、3着に天の着歌、見事に勝ちましたオリーブセダン。負けてしまいましたね。うわ、オリーブセダンに勝たれてしまった。関谷記念です。天の想定内4番人気、クラブは凱旋キアイダーもいます。グレートジャーニーか。1番人気はブラックタイドですね。先方変えられます。先行策でいってみましょう。ダイジェスト、新潟 G3 関谷記念、芝 1600m です。4コーナーをカーブして、さあ持ったまま先頭、グレートジャーニー先頭、しかしグレートジャーニーを捉えきれない。ここ
からどうか。グレートジャーニー先頭、1馬身から2馬身のリード、残り 200m、 先頭はグレートジャーニー、2番手は天野想定いない。ここでようやくブラックタイド、グレートジャーニー、グレートジャーニー1着、手島乗ったかどうかですね。見事に勝ちました。グレートジャーニー、ブラックタイド敗れました。これは掲示板までです。想定内5着でした。外線キャイダー3着。しかし絆上がりましたね。小倉記念天野ビフォアフです。2番人気カンパニーが断然1番人気。ホーキパーウェーブコロナと、いやコロナとじゃない、エアシェーディーだ。先行策で行ってみるか。ダイジェスト、小倉 G3、 小倉記念芝 2000m です。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。カンパニー先頭、カンパニー完全に抜け出しましたね。2番手は凱旋リベンジ、後続は大きく離れました。カンパニー伸びなかったな。段違いの強さです。2着はエアシェイディ、1番人気に応えました。カンパニー見事です。しかもレコードビュアフ5着でした。伸びなかったかな。馬群に潜られたな。米国3頭フランス1頭です。 iPod って参照か。まだ C 機種乗ってもらった方が良かったな。札幌系2頭出走。エリジョかな。これで8月を4週だから月末まではもう1週あります。まずアドマイアムーンどうしましょうか。今年限りで引退ですからね、どちらにしても。まあでも休むよな、10月の一周。シェイクスピアラがいるが、まあここもう名誉なんかいらないですからね。凱旋門賞無理だろう。ぶち切って勝ったらチャンスあるけどな。ターフはちょっと長いからな。ここ行ってみるか。まあジャパンカップじゃなくて最後香港カップかな。これで締めましょう。え、何それ、なんで BC タフ出ないかの。 BC タフは無理でしょう。距離が微妙に長い。 BC タフは出ませんと言いたいとこですが、出ましょう。ちょっとね微妙に距離が長いんだよな。適正重視で防衛省勝った天野桜、これでどうする。まあ、こうなると海外で行っとくといいでしょう。カカビクリセス骨折か。1007の2007、芝牝馬限定ならいけそう。2007か。フェルメイ優勝、この辺でもいいですよね。
この辺は出せないからな。ちょっとここ出すだけ出してみましょう。で、チャクータが3着か。オープン特別すら勝てないのか。これはちょっと厳しいですね。チャクータは戦車だからマイル戦か。芝がもう、いや芝だとどっちを向いてるはずなんだな。まあ、どっちかといえば芝の方がいいのかな、やっぱり。5120万か。ちょっと負けすぎだな。次か。1002の2200。1008かな。ここはダートか。ダートばっかりやん。8月の今4週だったよな。怖い。ね、客室重視。そしてビフォアフです。ちょっと調子落ちてるな。いや、これは2週休ませましょう。で、気持ちいいがバンダービルド買って王様ゲインか。王様ゲンやったら休ませられないやん。あ、休ませられる。戻ってレース来たからな。全然車今年いっぱいです。にやった最上位。一番一勝しかしてなかったっけ、ゼニアッタって。ダイヤメジャーと天の遊戯王のぶつかり合い。アラバマステークス、ゼニアッタ、2番人気、1番人気、レディー・ジョアン。レディー・ジョアンは、あれでも、チャンスはあるかもしれないですよ、これ。他、スクワート・カーラ、オクターブだったりですね。まあ、このまま行きましょう。レースです。サラトガ競馬場 G1、アラバマステークス、ダート2000メートルです。こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。まずは先行争い。あんまりいいスタートはなかったかも。レディ前に行きそうです。エーニッヒスパール、それに続いています。さらにはフージングタッチ、 G1 馬レディジョア、その後ろファイティングトップレディ。ネヒキリの次の世代はこれですからね。それに続きます。ゼニアッタだからな。ウレステンタム、その外にオカリナセンテナリー、さらにはオクターブ。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。
ココアビーチ、そのうちに続いています。ゼニアッタ、この位置です。黄色の帽子、ビハインドザタームズ、その後ろ、集団ですね。ゼニアッタはこれに続いてウェルクイーン、こんな枠もあるんでしょうか。各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。黄金の馬体ファイティングトップレディ、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、足を貯めて直線を勝負で狙います。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてファイティングトップレディ、コース開くといいな。馬群詰まってるからな。ゼニアッタ、この位置から届くのか。後続集団も追い上げにかかります。あ、外が踏み出したぞ。あ、打ち開きましたね。最終コーナーをカーブ、さあどこまで伸びてくるか。いい伸び足だ。もう先頭だ。ここで先頭に立ったゼニアッタ、残り 200m。 いやー強い。先頭はゼニアッタ、2番手は勝ったでしょう。ゼニアッタ差を広げる。ゼニアッタ、いや強い強い。ゼニアッタ1着、ゼニアッタ完勝。2着はオクターブ、3着にレディージョアン。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ゼニアッタ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。これで海外 G は2勝目ですね。さあセクレタリアートステークス、天の iPod です。一番人気です。 iPod はどこだ。131、他が110をすら超えないので、これは勝てるでしょう。圧勝劇を見せてあげましょう。レースです。アーリントン競馬場 G1 セクレタリアートステークス、芝 2000m です。こちらアメリカのアーリントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。天の愛ポッド、コースタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出して天の愛ポッド鼻に立ちます。その後ろからはサスピシャスフォックス、 iPad でもサシウマじゃなかったっけ。さらにはゴールドサウンディングズ、14番スキップオプアート、その後ろ、なんとなんと先頭は天の愛ポッド。そうだよな、場内もどよめいています。スタートが良すぎた感はありますね。3番手につけました。フレアジック、すぐ後ろ、内からはディーナーワルツ、すぐ後ろにデリナデュネット、緑の帽子、フォーエバートゲザー、その後ろ、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。すぐ後ろにイルドシーン、並んで栗色の馬体、ウォルドカマー、その外にサンライトバドミントン、しんがりからマリーノジャネット、3番手争い、鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。13番タウンハーティド、レースを引っ張ります。さらにはスキップオプアート、好位置をキープしています。アマノアイポッド、サスピシャスフォックス、そのうちに続いています。さあ先行馬がそうそう仕掛けてくる頃ですね。先頭は依然としてタウンハーティド、あーた、アイポッドの方が仕掛けていきます。ほとんど差がありません。3番手にアマノアイポッド、絶好の手応え、大外から緑の帽子、早くも先頭伸びてきた。ここで先頭は天の愛ポッド、2馬身から3馬身のリード、あと 200m、 これは完全にちぎれた。2番手はもうぶちぎりですね。後続は大きく離れました。見えません。圧倒的な強さを見せました。2着はディナーワルツ、3着にイルドシー、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。圧倒しました。 iPod、 まさしく日本が世界に誇れる馬です。お、エビナ騎手、キザレベルアップ。大舞台、海外遠征、欲しいものを手に入れました。これはちょっと iPod すごいですよ。
さあビバリー DS 天の小泉一番人気、ハニーライダーが121、バカレーが117、小泉は一応トップですが128と、差はそんなにありません。とクイーンリースタンクなんかも人気ですね。先方は前に行く馬が少ないんで、この辺では恵まれてると言えます。レースです。ビバリーディーステークス、アリントン競馬場 G1 芝 1900m です。こちらアメリカのアーリントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線、綺麗なスタートを切りました、悪くないスタートです。まあ、どの馬でしょうか。ラハドゥード前に行きそうです。カーディナルスラム、それに続いています。さらには天の小泉、5番レベラインロータス、その後ろ先手を取ったのはラハドゥード、バカーレ、それに続いています。痛みに変えてよく頑張った。その外からエントリーカリフォルニア、その隣にクイーンリー、先頭立ちましたね小泉。その外にイノセントインフィニティ、この辺りで外からスタートですが先頭立ってしまいました。そのうちに続いています。ストレートミネルバすぐ後ろ、さらにはトロモスバーバリー、しんがりからフォーマルハウトヴィンテージ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。12番天の小泉、一気に先頭に立ちました。リードは1馬身から2馬身、これに続いてダハドゥード、その後ろからはエントリーカリフォルニア、並んで1番カーディナルスラム、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。前は天の小泉、天の小泉さらにリードを広げました。2番手はラハドゥード、間を挟んでエントリーカリフォルニア、3番手さあ天の小泉、このまま逃げ切れるかどうか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。後ろからこらえてます。残り 200m を通過して、さあ追い出したが意地を見せる。2番手は迫られているバカーレに、天の小泉なんとか押し切った。2着はバカーレ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天の小泉、まさしく日本が世界に誇れる馬です。自分は3連勝です。ジャンロマネ賞、天のテルテル登場1番人気。まだ G1 発祥してないんじゃなかったかな。まあ125、ナニナとオーロラデームですね。110はより上は、この2頭がライバルとなります。先方はね、前に行く馬が少ないんで有利と言えるんじゃないでしょうか。武豊鞍上で必勝期します。レースです。ドービル競馬場 G1 ジャンロバネ賞、確か牝馬限定だったと思う。芝 2000m です。こちらフランスのドービル競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。バレーウェイ好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してバレーウェイ花に立ちます。その後ろからはプレミアムカナリナ、この馬も上がっていく構えです。オーナージェネレーション、どうやら後ろからになりそうです。もう一度先頭からサイテンションチャンネル、先手を取りました。8番天のテルテル、2番手を追走バレーウェイ、すぐ後ろその外にアートアピカ、黄色の帽子グリックグリック、その後ろすぐ隣にウッドマンコアラ、すぐ後ろにナニナ、プレミアムカナリナ、それに続いています。その外からスプレンティドトリート、並んで15番エクストラゲイン、すぐ後ろにコーナージェネレーション、シェイディガーデン、そのうちに続いています。その隣にマンデシャ、ブレインズウィングド、それに続きます。1000メートルを通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。並んで1番サティスフィードエクスプレス、最後方にオーロラデイム、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。さあ先頭は依然として6番サイテンションチャンネル、ここで先頭が入れ替わりました。天のテルテル、サイテンションチャンネル2番手に控えました。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。追い出した。意地のぶつかり合いだ。天のテルテル先頭、さあ外からは天のテルテルアドバンテージをキープ、後ろはどうか、一気にマンデシャ、天のテルテル、なんか詰め合えた。
わずかに天の手で、あー、なんとか勝った。危なかった。マンデシャですね、迫ったのは。ノーマーク馬、10個目でした。テルテルを今年いっぱいで引退させますからね。最後の頑張りです。さあ、クローバー賞クラブはキャプテンツーレ、これは飛ばしましょう。北九州記念凱旋サワダケヤも飛ばします。さあ、札幌記念です。1番人気ダイヤメジャー、2番人気山の遊戯王と2番人気までを占めております。本市以外はダイヤメジャーですね。本市は天の遊戯王となっております。サイチリシャール、この辺りですかね。ダイジェストいきましょう。札幌 G2 札幌記念芝 2000m です。さあ、直線に入りました。ここの直線は短い。天の遊戯王先頭、内からダイワメジャー、ダイワメジャー抜けた。2番手は天の遊戯王、ダイワメジャーゴールイン。2着は天の遊戯王、3着にエルサイレンス。これが G1 馬だ、ダイワメジャー。 G1 16勝馬、さあ、米国4頭、英国1頭となっております。世界中5勝馬だからな、まだでいいのか。11勝ですね、金引きには。あと天のハウル、天の世界に花畑豊か安城、天のシャメールが C 騎手安城ですね。前走3着だったんで、ちょっと楽しみですね。あと、2歳馬として、天野津明は出ますが、抽選を必要としております。抽選通ったんじゃないかな。通りましたね。まず天の椿ですね。早めだからな、結果を出してほしい。使いましょう。ちょっと見ましょう、様子を。デッキは絶好調なんでね。ダイスは5勝か、まだ。今年引退ではないとはいえ、ちょっと不安が残ります。投手は高いな。マナハウル、デルマオークス。まだ G1 取っておりませんが、3歳馬なんでこれからですね。で、ゼニアッタです。ゼニアッタ3歳馬なんですね。ということで、アラババステークスを取りました。次どこに出すかですね。リリースクラシックなんてもったいないです。
もっと大きなとこで輝けるような気がする。ダートだろ？これ芝なんだ。オーサマーゲイン。気持ちいいが出てますからだ。ダメですね。1007の2100だから、2000前後っていうとこですね。ここかな。これはダートか。これ出る？メアターフ。さ、3歳のレースってないんだよな。あ、3歳のレースはないんだ。まあ、ここは3歳ですが芝ですしね。なのでここには出さずに、ジョッキーも、これで行ってみましょう。武豊か。で、なるほど。普通にやったを放牧で、パイポットは三冠狙いですね。当然 G1 4勝となりました。と10月4週か。まあでも出すレースないしな。これでいいと思います。覚醒ですし何度でも蘇られます。アミーゴもう4勝ですね。調子がいい。ただこちらは早めです。早く結果を出さないと寿命が尽きてしまう可能性がある。だから最優先ですね。山のブログがセントレジャー長距離戦に挑みます。 3000m 2700なんで、そういう意味では不安ですね。で、ノートレジャパンダートダービーか JBC クラシックと言いたいとこなんですが、チームがいいのか。まあこれだとしゃあないのかな。南部杯出しましょう。ノートレデゼンシーがいますが、なんとか頑張ってほしい。11月ってなんかあんの？11月はないな。で、想定内がポーアイ週放牧。ユーソナフォアゴーですね。で、放牧させます。ジュピターはエリージョに挑みますが、
どうかな、エリジョ厳しいかな。うわ、ちょっと疲れが。10月の頭じゃないと厳しいですね。いや、国内ですよ。中華賞は出会えない。なので、ここかな？ここ出しましょう。健康値がな、来年には精神も上げていかないと。ついセカチュウ海外ですね。でもセカチュウも最近はよく勝ってますからチャンスです。ちょっと調子落としてるけど、これは普通に放牧させましょう。キンシャサです。負けられない戦いが続きますが、リーチですかね、前回。そしてアドマイアムーン。こちら、G1 8勝をついに上げました。PC ターフに挑ませますが、このぐらいかな？初見が、なるほど。海外ですね。持ちが王様ゲイン。気持ちが前回に初 G1 賞を海外で取りました。重賞制覇を狙います。テルテルですね。テルテルは10勝か。ジャロの相性ギリギリですが勝利しております。テルテルも今年いっぱいだからな。ちょっとやっぱり出るレーサー絞りたいですね。休ませるとして、10月。空き店とかいいかもね。ここ出して、で、空き店に挑ませましょう。小泉もいいのか。で、虹ブリッジがオールカマー。でもな、勝てるとオールカマーなんか出さなくても。勝てると思うんだけどな。欧州か、勝ったのは。虹ブリッジはでも、もう厳しいのか。じゃあ、しゃあないですね。海外にはもう出しません。で、さくら、ベルメイ優勝。金引きりが今週ですね。金引きで11勝上げております。なんでだろうか。愛長官か。それからマイルチャンピオンシップも狙っていきます。勝ちたいんやが G1 まだ1勝。 G1 って言っても多分 JPN1 ですからね。ジャパンダートダービー、ちゃんとしたあの G1 を狙いたい。北線はちょっと調子が落ちている。猫返しもオールカマーなんだ。さすがに全部海外っていうのはないと思うよな。
コガシも今年いっぱいですからね。芝のみか。また記念カンパにいますが、買ってもらいましょう。タマちゃんが13勝でアイルランドセントレジャーステイヤーですね、長距離戦に挑みます。タマちゃん来年ぐらいまではまだ働いてもらいます。ダイメジャーは今年いっぱい余儀なくされてますが、どこに出すかですね。一周放牧して、BC マイル。やっぱり BC マイルとか出せないとダメですよ。BC マイル行きましょう。ナルトがウッドウォード、シャメールが、シャメルまだ自分は取ってないんだ。ゼゼイシーが、ゼゼイシーは南部杯です。で、ハリポタがデルマハンデ。ポタはまだ自分は取ってないです。今年いっぱいですからね、ハリポタも。さあ、ジョッキーの被りを見ていきましょう。ないですね、大丈夫。注目度は低い。さあ、天野ツアキは登場。ただディープスカイはやっぱり強いからな、簡単に取れないでしょうね。さあ、ダイヤメジャー内から伸びて勝ちましたよね。さあ、キスナー、バレリーナステークス、天の瀬カチュー一番人気、128、112のアリオスシェーンがいるけど、そこぐらいだもんな。瀬カチュー勝ってほしいです。レース行きましょう。サラトガ競馬場 G1 バレリーナステークスダート 1400m です。おそらく牝馬限定。こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ、先行争い何が行くんでしょうか。カーペンターシューティング前に行きそうです。天の瀬カチュー、それに続いています。さらにはケリーズアーバン、 G1 馬アリオスシェーン、その後ろカーペンターシューティング先手を取りました。その外にスワラージレベライン、これに続いてキャロットゴシップ、その外からストップシャンブラー、グラブファシル、すぐ後ろ並んで5号オリエンテートウォーカー、この辺りで先頭が変わりました。スワラージレベライン、
ここで先頭が入れ替わりました。天の瀬カチュースワラージレベライン2番手に控えました。先頭争いなのか。3番手さあ天の瀬カチュー逃げ切れるか。後続も追い上げていきます。先頭に立った。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。天の瀬カチュー先頭さが持ったまんま。ケリーズアーバン必死に追います。これは強い。果たして縮まるか。残り 200m これは強い。2番手は圧倒的です。天の瀬カチュー独走。圧勝です。天の瀬カチューぶっちぎりです。2着はペルティングエンジェルス。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天の瀬カチューまさしく日本が世界に誇れる馬です。タイムもなかなかですね。マリリーナステークスは連覇になりました。パーソナルエースステークス天の瀬カイニ花1番人気124、110を超える馬はいません。勝たないといけません。レースいきましょう、サートア競馬場 G1パーソナルエンスステークスダート 1800m です。こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。グローブカラフル好スタートを切りました。オフショアソルト、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくオフショアソルト行きました。続いて前へ行くのはグローブカラフル、さらにはカリズマティックシエロ、最強女王天の瀬カイニ花、その後ろ。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。オフショアソルト先手を取りました。少し間が空いてクライドローン、モナシアストーリー、すぐ後ろ、すぐ後ろにウェイトアファイル、緑の帽子ローオール、その後ろ、すぐ後ろにキャピタルカフェ、その後ろにスピニングイベージョン、その隣にアシシエンプレ、バイオレントビューティー、この馬もこのグループ。少し開いてフェアシング、最後方にパピルスアップル、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はカリズマティックシエロ、クライドローン、ほとんど差がありません。間を挟んでウェイトアホワイル、3番手6番天の瀬カイニ花、まだ後ろ、鞍上のゴーサインはまだでしょうか。後続も追い上げていきます。最終コーナーをカーブして、もうぐちゃぐちゃですね。でもカリズマティックシエロ余裕あるの。内からぐんぐんと天の瀬カイニ花、いやうちですね。あと 200m 後続を引き離しにかかります。2番手はクライドローン、とてつもない強さ。天の瀬カイニ花勝ちました。段違いの強さです。2着はウェイトアホワイル、3着にロール。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天の瀬カイニ花まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらをパサーエースステークス連覇となります。デルマオックス天のハウルです。1番人気109、絶対とは言えないですね。力はあります。なのでそれがだんだん力ついてきたんで、特に3歳の牝馬限定戦なんで、ここは勝ってほしいですね。レース行きましょう。デルマー競馬場3歳牝馬限定 G1 デルマーステークス芝 1800m です。こちらアメリカのデルマー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。まあコース、まずまずをコースタート。ジブブースター前に行きそうです。アフターザジョンティーラ、それに続いています。さらにはエアウェーブリズム、12番バッジオブピール、その後ろ。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。エアウェーブリズム中段かな。りました。その後ろからはガンエクセラー、内からはグラブドバラント、その外にエンデバースピードウェイ、赤の帽子天のハウル、いい位置につけました。これに続くのがキッズアロー、青の帽子リズンコントレイル、その後ろ。すぐ隣に歩くキクパーティー、
その横にサリーズパピルス、エターナルアンネッタ、そのうちに続いています。しんがりからベンチュラ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度、10番エアウェーブリズム、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、これに続いてバッジオブピール、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ10番、なかなかいい位置にはいるとは思いますが、2番手はバッジオブピール、グラブドバーント、ここからです。3番手アマノハウル、これはいい位置につけています。最終コーナーを最低一気に仕掛けていく、先頭に躍り出た。放しにかかります。残り 200m、 これ勝ったでしょう。後続を引き離す天野ハウル、足色は衰えません。2番手はいいですね、力強い足、伸び足。天野ハウル1着、天野ハウル完勝。2着は微妙です。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天野ハウル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。混戦ムードを断ち切りました。天野ハウル見事に、10馬になりました。あ、これ初 G1 だったんだ。さあ次です。金ひきり登場、パシフィッククラシックです。1番人気133、ブラザーデレックが120、ロイヤーロンが119と、この辺がライバル馬かな。で、あとコメンテーターですね。レースいきましょう。デルマー競馬場 G1 パシフィッククラシックダート 2000m です。こちらアメリカのデルマー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。金引き好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出して金引き鼻に立ちます。その後ろからはローヤーロン、この馬も上がっていく構えです。ダッシングカルパーニア、どうやら後ろからになりそうです。もう一度先頭から見ていきましょう。金引き先手を取りました。これに続いてコメンテーター、その隣にガイドブッククラウドレッド、すぐ後ろにアインシュタイン、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。デクランズムーン、そのうちに続いています。その外からローヤーロン、オレンジの帽子ラバマン、その後ろ内からはプレミアムタップ、これに続くのがゴートトレジャー、並んで10番ブラザーデレク、ヒドゥンサンセット、この馬もこのグループ、内からはグルービーバチア、その後ろからはシルキーハンズ、しんがりからダッシングカルパーニア、各馬砂煙を上げてかけていきます。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然として金引き、2番手はガイドブックラウドレッド、コメンテーター、3番手、さあ金引きり、このまま逃げ切れるでしょうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭は金引き、さあ後ろから迫ってきてるが、直線コースに入りました。まだ持ったまんまに見えるが、後続との差は3馬身以上、このリードを保てるか。あと 200m、 さあ追い出した。アドバンテージをキープ、後ろはどうか。さあつまらない。2番手はコメンテーター、金引き勝ちました。2着にはどうやらコメンテーター、3着にプレミアムタップ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。金引き、まさしく日本が世界に誇れる馬です。ジワ2連勝、おゲット二の足、安藤勝海、これでカンストです。さあインターナショナルステークス天野シャメールです。3番人気、1番人気ディラン・トーマス、それからプライスタグに比べたらやっぱり見劣りますね。ヨガユイコはカーディナル効果タスタスに乗ってますが、これ最低人気ですね。まあ先行策かな。ダイジェスト、ヨーク競馬場 G1 インターナショナルステークス芝 2100m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。前はマンデロ、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。日本と世界、意地のぶつかり合いだ。ここで先頭に立ったディラン・トーマス、
残り 200m がないな。さらに、あ、でもまあ掲示板には乗りそうだが、先頭だ。先頭は3着ですね。1着でゴール、2着はバンデロ、勝ったのはディラン・トーマス。見事な勝利です。マノシャメール3着でした。さあ BSN 賞、凱旋クルービズ、これは飛ばしましょう。さあ天の面椿、新潟2歳ステークスに登場です。3番人気、1番人気ディープスカイ、2番人気テーマミッション。ディープスカイにはちょっとかないそうにないな。2着狙いでしょうか。ダイジェスト、新潟 G3、 新潟2歳ステークス、芝 1600m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。レインボーペガサス先頭、ディープスカイ後ろなんですね。長い直線、ここからどうか。さあ先頭に躍り出た先頭、外から天の椿先頭。さあディープスカイがやってきた。天の椿意地を、どうだ。2番手はディープスカイ、天の椿先頭だ。これは押し切った。2着はディープスカイ、3着に天馬ミッション、見事に勝ちました。天の椿ディープスカイの追い込みを抑えて、まあ、ディープスカイ結構後ろすぎましたからね。重賞初制覇派となりました。さあ3頭ですね。オーケンブルースリーもいます。さあ、また海外5頭、アメリカ3頭、ヨーロッパ2頭ですが、片馬付けは 1G3、 天のハリポタは G2 となっております。国内だと新潟記念、片の猫返しですね。ベンチュラ、柵越え、ベーナビスタ柵越えです。さあまず遊戯王ですね。札幌記念は2着でしたが、凱旋門賞に行かせます。ハリポタは、ハリポタは1500の2500か。タマちゃんも、タマちゃんもまあ凱旋門賞行けますよね。行こうと思ったらハイランドセントレジャーじゃなくて、やっぱり凱旋門賞とか長い距離踏ませないとね。まあ、これはそうなんだけど、3100ロイヤルオーク賞とか、メルボルンですね。メルボルンの方が賞金稼げるからな。まあカドラン賞とかですけど、まあ、ここでもいいですけどね。アドワイアムーン出てくるのか。まあ、まずメルボルン出して、ナルトがシャ
めるオールカマー、うーん、私いいのか。距離的にはオールカマーですよね。で、極戦がリリースプレデュード、今週猫返しです。金引きはここまでレースないって言ってますが、ちょっとそれは悲しいです。せっかく力強いあの素足披露できたんですから、大きなレース呼んであげましょう。勝ちたいんやか、これは、うん、これです。金引きの使命ですね。武豊。休めないんだよな。しまったな。だよな。そうかか言われちゃうからな。ね、ニジブリッジ。オールカマーか。悪くないけど、ちょっとオールカマー、トス、出しすぎの感がある。なるほどね。1007の2800か。結構長い距離もいけるんですね。行ってみるか。で、さくらがベルメイ優勝。キンシャサが、スプリントカップ。でもちろん、そう、次は、スプリンターズステークスです。あ、もう変更できないんだ。キンシャサリーチなんですけどね。まだ一緒だからな。ダート行きましょう。オールカマーどうかな。確かにあってはいるけど、長距離戦出すという手もあるからな。9月、何歳、4歳か。ちょっと弱いなメンバーだった。まあ、これですよね。これ行きましょう。アミーゴ。優勝ですね。調子いい。
ブログはこれで絵画を狙います。本当ね、南部杯か、これだったら、あーでもまだ早いかな、だから南部杯。ダイスがまだ5勝、まあ、来年もありますけどね。小泉は秋の天皇賞に出ます。ハウルが、そうですね、ん、ハウル出荷賞なんだ。いやちょっと待って、ダイスがいるからハウルには出させないよ。ハウルはもう海外に行ってもらうしかないんだ。距離は2600まで、2400はいけます。天の桜いるけどな。なんで、プライスタグとか強いけどな。 C 機種か。あーでもダメだな。もうちょっと様子見た方がいいな。ハウルは10月をだから逆に2週以降、ここ行きましょう。でハウルは1周放牧だけやっとけばいいかな。2周放牧かな。であとは椿が重賞取ってるから、もう海外行かせてもいいよね。カツオ3周、あーこれは無理ですからね。これはダートだろうから、フィニックスってどんな、あーフィニックス G1 か、相手が悪いな。もうちょっとですね。凱旋門員の頑張り。メタバは頑張ってくれないと厳しいな。オディールは堅実に稼いできましたね。羽引きり。
最上位ですね、金車さん。ディールカンパニーか。片尾猫会社無印です。フォアゴーステークス天の冬ソナです。一番人気。冬ソナは119ですね。110を超える馬がないので少し抜け出したと言ってもいいでしょう。先方も有利だと思います。レースです。サーター競馬場 G1 フォアゴーステークスだと 1400m です。こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはプレーンプライズ。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくプレーンプライズ行きました。続いて前へ行くのはボルドプローブ、スパイトフルエンデバー、後方から。それでは先頭からブレインズアーメリア先手を取りました。これに続いてプレーンプライズ、すぐ後ろにボルドプローブ、アルマゲストマルガルラ、それに続いています。好位置をキープしています。天の冬ソナ、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前はブレインズアーメリア、2番手はウォルドプローブ、間を挟んでクレーンプライズ、3番手天野フェユソナ、いい位置。果たして先頭を捉えるか。後続集団も追い上げにかかります、うん、さあ先頭はここからだ。アメリア最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日米王者意地のぶつかり合いだ。先頭にはどう見えたか。先頭変わりました。先頭は天野フェユソナ、あと200メートル。中から来られている。先頭は依然として天野フェユソナ。2番手はクレーンプライズ、天野冬ソナ先頭だ。勝ちました。天野冬ソナ1着でゴール。2着にはどうやらソワズエコー。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました天野冬ソナ。まさしく日本が世界に誇れる馬です。いや、海外最近調子いいですね。ウッドウォードステークス天のナルト一番人気117。まあ競争生活終わりが見えてきてるから勝ってほしいですね。レース行きましょう。サーター競馬場 G1 ウッドウォードステークスだと 1800m です。スイッチで配信を行っています。また、YouTube、Twitter やっております。スタートしました。各馬綺麗に揃いました。まあまあのスタートかな。サンリバー前に行きそうです。ディスクリートキャット、 YouTube、Twitch とも、YouTube、Twitter とも Twitch の、リンク、チャット欄に記載しますので、アクセスを上、チャンネル登録、フォローぜひお願いします。これに続くのがスピアフィッシュシャーク、好位置をキープしています。天野ナルト、赤の帽子、ディスガイズドディッシュ、その後ろ、その外からゴーンフィンツカルド並んで、10番スウォードオレンジ、サキードローン、この馬もこのグループ並んで、11番アルーリングシエラ、サイテーションセカンド、それに続いています。キャットキャッシュすぐ後ろ、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてパニーサイド、2番手はディスクリートキャット、サンリバー、3番手天野ナルト、いい位置です。先頭を捉えにかかります。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ、ここで仕掛けていく。さあ先頭はディスクリートキャット、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。天野ナルト先頭に躍り出る。さあ先頭に立った。まだ内が気になりますね。天野ナルト余力は十分、足はこちらの方が上だ。
2番手はサンリバー、力強い勝ちました。完勝。2着はサンリバー、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天野マルト、まさしく日本が世界に誇れる馬です。8個目ですが、地方もあるんでこのままでは金札取れませんが、今更海外遠征、デルマハンデ、天野ハリポター一番人気102、まあこれ G2 だからな。ダイジェスト、デルマー競馬場 G2 デルマーハンデ芝 2200m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ドクター D の先頭、さあセブンオフ一気に来た、残り 200m を通過して、ドクター D のさらに伸びは足りないですね。2番手はセブンオフ、ドクター D の先頭だ。先頭はドクター D の1着でゴール、2着はセブンオフ、勝ったのはドクター D の見事な勝利です。まあ掲示板に乗れなかったんじゃないかな。6着でしたね。スプリントカップキンシャサの奇跡です。1番人気、ライバルはベンハンバウン、137だからな、しっかり勝ってほしい。先方も前に行く馬が多いんで、あの差し馬や有利と言えます。さあ、金札をかけたレース行きましょう。ヘイドックパーク競馬場 G1 スプリントカップ芝 1200m、 金シャサの奇跡登場です。こちらイギリスのヘイドックパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。直線競馬ですね。スタートしました。ポンと飛び出したのはあんまりいいスタートはなかった。スタートを切りました。ダッシュよくスタート鍵なんでちょっとこれは痛い。続いて前へ行くのはラインクルーナー、さらにはサハラポリメラ16番差し馬ですから、その後ろイーブンマージュ、この辺は助かりますが、セカンドマーチそれに続いています。その外にソルトシリック、アナザーパワー、そのうちに続いています。並んで6番ゴージャストリビュート、内からはイーストンレポート、ヌーベルスラップ、それに続きます。その外からムービーフィクショナー、ちょっと前に、あでもすごい末脚だ。シャサの奇跡大きく離れました。シルクオンアタイヤ、日本と世界、うちはどうだ、ぶつかり合いだ。ここで先頭は金シャサの奇跡、残り 200m を通過して、一気に後続が抑え、よし2番手はベンバウン、勝ちました。金シャサの奇跡、この馬で決まりか。金シャサの奇跡、強い強い金シャサの奇跡、圧勝ゴールイン。2着はベンバウン、3着にヌーベルスラップ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。金シャサの奇跡、まさしく日本が世界に誇れる馬です。圧勝のゴールインです。これで8勝目、金札を獲得しました。そしてなんだこのゴルデネパイチェ、型のマツケ、まあ G3 だからな、一番人気、マツケは106ですね。107でマグナスという馬がいますが、ダイジェストいきましょう。バーデンバーデン競馬場 G3ゴルデネパイチェ、
芝 1200m 直線競馬です。サルトリートリーズン先頭、外からマグナス、あと 200m、 さあ先頭は今度は縦長だが、ちょっと伸びがサルトリートリーズン、マグナス、この馬で決まりか。マグナスが1頭強かった。マグナス掲示板には乗ってないですね。サルトリートリーズン、勝ったのはマグナス、見事な勝利です。8着でした。さあ、札幌2歳ステークス、オディクラブはオディールとヒストリックスター登場。一番人気は、オリーブリーダーですね。ダイジェスト、札幌 G3、 札幌2歳ステークス、2歳芝 1800m です。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。オリーブリーダー先頭、外から目白級リップ、オリーブリーダー粘る、一気に目白級リップ、オリーブリーダー、わずかにオリーブリーダー体勢有利。オディールが3着、ヒストリックスターは9着に破りました。新潟記念です。肩を猫返し、1番人気、アドマンヤモナーク、凱旋トリビアがクラブ馬として出ますが、それよりはカンパニーとの一騎打ちムードですね。グレートジャーニー、キングストレール、先方は先行で間違いないでしょう。ダイジェストです。新潟競馬場 G3 新潟記念です。フランシス風先頭、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。フランシス風伸びない。外から勢いよくキングストレイル先頭、あと 200m、 キングストレイル意地を見せる、一気にトップガン上、トップガン上かわす、トップガン上ゴールイン、2着はキングストレイル、3着に東証シロッコ、勝ったのはトップガン上。8着か。小倉2歳ステークスです。凱旋ハンカチとマイネレーゼルの2頭です。イーデケンシン、メジロマナーズが強い。ひとまずダイジェスト、小倉 G3 小倉2歳ステークス、2歳限定芝 1200m 電撃戦です。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。飯出謙信先頭、外からメジロマナーズ、メジロマナーズだ、最内から一気に凱旋ハンカチ、メジロマナーズ先頭だ、メジロマナーズ、メジロマナーズ1着、2着にはどうやら凱旋ハンカチ、3着にマイネレーゼル、見事に勝ちましたメジロマナーズ。さあ9月を2週ですね。この週が最後になるか、来週あるのか。山のアミーゴ、ダイワスカーレット、天のブログは海外 G1、 京成杯オータムハンデに天の着歌登場。
ナルトはこれ JBC クラシックか。でハリーポッターはこれで勝てるとは思わないけどな。1500。とりあえず富士ステークス行ってみましょう。で、キンシャサスプリンターズですが、マツケンもスプリンターズか。無理じゃないけどちょっとやめといた方がいいな。で、セカチュウどうするかですね。そっか、これで終わるわけにはいかないしな。10月1週以降で。ゼニアスタがいんのか。参ったな。出せるレースがない。ダートのみだろう。ないっすね。世界に花がパーソナルレースを取った。エディジョはまあいい舞台だが、ジュピターもいます。でもジュピターはちょっともう無理ですね。なんでこのまま出しましょう。最終週になるかな、ここのレースが。良いですね。G1 5勝ですね、スイープ当初。でも大阪杯か、ちょっと走らせすぎやな。サーチパンドは G1 1勝、週刊賞を取っております。他まだですね、これからです。
お、最上位ですね、ブログ。浜の着歌です。さあ、オリーブリーダー。マジなことやるマクドナルド。ということで、行きましょう。ネクスト。多分これが最終週になると思います。ウッドバインマイルステークス、天のアミーゴです。一番人気。126。うん。ニエスクズアプルーバルがライバルですね。ナインサーブ。うん、レース行きましょう。ウッドバイン競馬場 G1 ウッドバインマイルステークス芝 1600m マイル戦です。こちらカナダのウッドバイン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはケルティックバラード、スリルフリー。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくスリルフリー行きました。続いて前へ行くのはケルティックバラード、プレザントバドミントン。どうやら後方からの競馬、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはケルティックバラード、その外からスリルフリー、オレンジの帽子ナインサーブ、その後ろグースクロー、それに続きます。その隣にジムカリフォルニア、その横にサファリノーベンバー、その外にミザールダイヤモンド、シェリフズスパークル、そのうちに続いています。後ろからの競馬になりました。アマノアミーゴ、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。ここでスリルフリー先頭に変わりました。まだ粘っています。2番手はナインサーブ、間を挟んで、おー、なんか急に上がってきた。3番手、最終コーナーをカーブして一気に先頭へ。日米王者意地のぶつかり合いだ。アマノアミーゴ、先頭はアマノアミーゴ、あと 200m 後続を大きく引き離しました。ったでしょう。残り 100m、 2番手はネスクズアプルーバル、アマノアミーゴ。調子いいですね。このまま決まりか。アマノアミーゴ今ゴールイン、段違いの強さです。2着はミエスクズアプルーバル、3着にナインサーブ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。アマノアミーゴ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。三歳馬か。G1 5連勝。メントロンステークスです。ダイワスカーレット一番人気。ダイワスカーレット123、ストライキングアロマが113のカシミヤハリウッド111と、この辺までですね。ではレース行きましょう。デパズダウン競馬場 G1 アイルランドメントロンステークス芝 1600m をマイル戦です。こちらアイルランドのレパーズタウン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さて何が行くのでしょうか。プレンティーオブシャレード前に行きそうです。ストライキングアラマ、それに続いています。さらにはカシミヤハリウッド12番サンセットティニー、その後ろ先手を取ったのはプレンティーオブシャレードメディシャンコラム、それに続いています。好位置をキープしています。ダイワスカーレット、その外からサスピシャスノワール、緑の帽子アフターザーラナス、その後ろこの辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。アフェラーリージ、すぐ後ろその隣にワンダリングランディング、タイディングスフェイム、そのうちに続いています。並んで3番ピンスケールビオ、ビショップセット、この馬もこのグループ、内からはイメージガブスレイ、前はプレンティーオブシャレードメディシャンコラム、ほとんど差がありません。ダイワスカーレット、これはいい位置につけています。いい位置なのか。ぐんぐん追い上げていきます。上がってきまして中を割ってきた。コースに入りました。さあ先頭に立ったのはダイワスカーレット、
カーレット2馬身から3馬身のリード、力強い伸び足かな。残り 200m 後続を完全に引き離した、これは勝ったでしょう。2番手はクレバーカレッタ、とてつもない強さ、ライバスカーレット今ゴールイン、段違いの強さです。2着はクレバーカレッタ、3着にアフェラリージ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ライバスカーレット、まさしく日本が世界に誇れる馬です。ヒザレベルアップ。イギリスセントレジャー天野ブログ、一番人気 3000m 長丁場やってまいりました。天野ブログ抜け出してますね。問題は距離、これです。自らの折り合いと戦いと言えるでしょう。レースいきましょう、ドンカスター競馬場 G1 イギリスセントレジャー、芝 1300m 長丁場です。こちらイギリスのドンカスター競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ジェモナグラビオラス、これは遅れてしまいました。まずは先行争い、何が行くでしょうか。花を切ったのはタウンアゼルバイジャン、続いてシモンブラム、この馬も前へ、さらにはスイーズデザイン、11番グラマーレイブン、その後ろ先手を取ったのはタウンアゼルバイジャン、インペリアルジョン、それに続きますビロウシナモン、それに続いていますジェモナグラビオラス、そのうちに続いています、さらにはエダビアスラック、青の帽子アウティングピアリス、その後ろすぐ後ろにメディシャンテンダー、その外にクイックリーエクセレント、内からはマリシャスセビリア、内からはツープミリオン、後ろからの競馬になりました。天野ブログ鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。ここからドンカスター名物長い長いカーブに差し掛かります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。その隣にダッシュジェスター、最後方にフールズイノセンス、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。無敗のタウンアゼルバイジャン、依然として先頭、2馬身から3馬身のリード、少し間が空いてスイーズデザイン、並んで13番インペリアルジョン、ジェモナグラディオラス、すぐ後ろその外からグラマーレイブン、内からはシモンブラム、その外にアウティングピアリス、並んで12番ウィローシナモン、内からはエダビアスラック、その外にクイックリーエクセレント、並んで10番マリシャスセビリア、内からはメディシャンテンダー、その後ろにスープミリオン、天野ブログ、後ろからになりました。並んで3番ダッシュジェスター、しんがりからフールズイノセンス、もう一度先頭から1番タウンアゼルバイジャン、依然として先頭、最終コーナーをカーブして、さあゆっくりと第4コーナー回っていきます。3馬身のリード、少し開いて中はデザイン、並んでコースを割って伸びてくることはできるでしょうか。2番手はスイーズデザイン、15番折り合いですね。折り合いが解かれます。さあ持ったまんまで伸びてくるが、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭変わって伸び争いだが外の方がいい。先頭は依然としてスイーズデザイン、伸びない。2番手はグラマーレイブン、とてつもない強さ、スイーズデザイン、強い強いスイーズデザイン、圧勝ゴールイン。2着はグラマーレイブン、3着にインペリアルジョン、勝ったのはスイーズデザイン、見事な勝利です。なんつー独特な喋り方ということは、天野ブローが5着に敗れました。3000はやっぱり長かったか。さあ京成杯大玉ハンデ、天野着歌登場です。ビッグプラネットかライバルバー、着歌2番人気ですね。1番人気はリビトレスビット、本紙本命は天野着歌です。重賞だからな、54キロかリビトレスビットが58キロで金量背負ってますからね。あと、スズカフェニックス、桜目だ、メガワンダーあたりか。クラブは混合力士王も出ますが、
まあ、このままでいきましょう。ダイジェスト中山 G3 京成杯オータムハンディキャップ芝 1600m をマイル戦です。第4コーナーをカーブしてさあ直線コースに入りました。どうだ、こっちから来てるぞ。一気に後続が襲いかかってきた。天野チャクルタ先頭、一気に鈴鹿フェニックス、天野チャクルタ大激戦のゴールだ。なんでゴールです。どっちが勝ったのか。勝ったような気はするんですけどね。これは際どい勝負。これは際どい勝負だ。もう一度 VTR で確認してみましょう。スーカフェイクさ、急速に差を詰めているが及んでないんじゃないの。これは勝ちました。初重賞制覇。そうですね、多分海外3頭ですね。桜、椿、たまちゃん、それから瞳閉じてもいます。何でしょう。10月2週は、まあ、被りますからね。あと南部杯はレゼンシオ武豊が乗れません。福永騎手に任せましょう。では天のアミーゴはウッドバインマイルですね。起点はちょっと長いんじゃないのかな。他に出る馬なかったあれですけど、4頭も出ますからね。1600とか1008の方が良さそうなんで、80月5週でも落ちてた方がいいよな。ただ出すレースがない。カンタラステークス、山のブログはやっぱり距離が長かった。素直に天皇賞秋に挑みます。3歳だからな。え、三冠かけてる馬っていなかったっけ。着歌はこれで次は都ステークスか。ダート悪くはないんだけど、やっぱり芝だよな。精神力が低い。精神力を上げたい。海外 G1、 海外重賞に行きましょう。10月を5週以降か。
きましょう。スピードは値はまだわからない。ちょっと調子落ちすぎてんじゃないかな。あ、放牧しただけか。周囲互角か。ついに捕獲家かな、天の桜。あれ、これ三冠狙う馬って誰だっけ。ハウルじゃない、ジンヤッタでもない、iPod か。はい、ということで今回はここまでとなります。はい、ということで、ウィーニングポスト9、2021、ライブ配信をお届けいたしました。今回8月3週から9月、2週までですね、こちらのレースをお送りいたしました。YouTube と、Twitch で配信を行いました。 Twitch アカウントフォロー、ライブ視聴、チャットコメントぜひお願いします。ツイッチ、ライブウォッチ、アンドマイアカウントフォロー、アンドチャットコメントプリーズ。アーカイブは2日後、7月9日か、9日21時に YouTube に上げる予定です。ツイッチのチャット欄にある YouTube チャンネルに上げますので、ぜひアクセスしてみてください。チャンネル登録、動画の高評価もお願いいたします。YouTube マイチャンネル This Live アーカイブアップロード、マイチャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。最後に Twitter でお知らせしております。 Twitch のチャット欄に Twitter のアドレスも記載しております。ぜひアクセスの上フォローお願いいたします。ツイッターマイアカウントビジット&フォロープリーズ。というわけで、ウィニングポスト9 2021ライブ配信お届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。